一瞬で真ん中が消えました。こんにちは、シエルです。今回はクリスマスということなので、クリスマスケーキをね、爆食いしたいと思います。まあ、爆食いって言ったんですけれども、先日お仕事現場でね、ケーキをいただいたんですけど、そのケーキがホールケーキで、一人暮らしだからさ、一緒に食べる人もいないし、まあ今ね、友達とか家族呼んでっていうわけにもいかないので、これは贅沢に一人で食べちゃおうと思って、クリスマスなので着てるのはこちら、海外ドラマとかでもおなじみアグリーセーターですね。はい、ダサセーターですね。これ去年 H&M で買ったものです。はい、キッズサイズの、まあ、私サイズですね。クリスマスは一人で楽しむぞということで、可愛いよね、このアグリセーター。サンタさんになれるというね、ダサセーター。いただいたケーキはこちらです。トップスのケーキです。ずっと食べたかったんだけど、なかなか買う機会がなかったので、すごい嬉しい。チョコレートケーキのレギュラーって書いてありますね。100g あたり392kcalということなんだけど、これ1個が何グラムなんだろう。結構大きいんだよね。オープン。はい。うわ、すごい香りが、チョコレート、すごいずっしりしてるな。これは 4,5 人分ぐらいはある大きさですね。こちらの大きな豪華なチョコレートケーキを一人でいただきたいと思います。ケーキだったらタルトとかチーズケーキとかショートケーキとかいろいろありますけど、私チョコレートケーキが一番好きなので嬉しい。爆食いみたいなのしたこともないから、どこまで食べれるかわかんない。ちなみに私の胃袋は赤ちゃんレベルのかなり小食なんですよ。大人の方が1食食べる分を結構分割して1日食べるぐらいの胃袋なんですよ。そう、胃がちっちゃいんですけど、甘いものは別腹ということなので、はい。というわけで、一人クリスマスパーティースタートです。こうなったらもう真ん中から行くべし。行くぞ、グワッシュ。あれ、ちょっと深すぎたか。あ、ちょっと下手だわ。ちょっとパニック。このまま行くと崩れ落ちる。負けるな。はい、ど真ん中に穴が開きました。ではいただきます。おいしい。スポンジの周りチョコクリームで囲まれてるんですけど、中にもチョコクリーム入ってて、あとナッツみたいなのも入ってるかも。一瞬で真ん中が消えました。飲み物を用意するの忘れてしまった。なんかあまりトップスのこういうスイーツに詳しいわけじゃないんだけど、デザインがシンプルだよね。こってこてのなんかデコレーションっていうよりは。クリームがひょひょんって感じの。すごい甘すぎるのかなって思ってたんですけど、そうでもないわ。うん。真ん中がほぼなくなりました。でれん、ちょっと休憩。あ、仕事現場でケーキもらうことあんまりないんですけど、クリスマスだからだよね。ありがたいね。ありがとうございます。私が一人暮らしじゃなければみんなでわーって言いながら食べれたんだけど、一人で食べる以外の選択肢がありませんでした。美味しいね。こんなに贅沢な食べ方をしたのは初めてです。ごちそうさ。はい、記録はこんな感じです。真ん中の1人分もしくは 1.5 人分食べました。そんな感じでした。ごちそうさまでした。というわけで、今朝なんで、お昼と夜で完食いけると思います。生ものなので一旦冷蔵庫閉まってきます。また後でね。ちょっと一旦クリスマスケーキは冷蔵庫の方にお戻りになられました。一人でのクリスマスケーキだったんですけれども、すごいいいクリスマスの思い出になりました。なかなかないですよね、そんなホールで食べれる機会って。大食いはそんなできないんですけど、甘党なのですっごい嬉しい。なのでちょっと小分けにしてね、食べたいなと思いますね。いいクリスマスだったね。はい、ぼっちクリスマスなんですけど、皆さんはクリスマスどのようにお過ごしでしょうか。去年のクリスマス何してたかな。仕事か、仕事してたわ。ケーキいただいてなかったらクリスマスケーキ食べなかったかもしれない。今年マジックショーの現場でね、クリスマスケーキいただいたんですけどもね、企業様ありがとうございます。先日クリスマスのマジックショーが少しだけあったんですけど、その時に、まあ、クリスマスソングに合わせてマジックとかしたりして、やっぱクリスマスいいなって思った。うん、イベントごと好きですね私は。たまたま少し前にそのトップスのカフェがあって、でそこで
トップスのケーキを食べたかったんですよ。そう、そしたらその時にすごい混んで食べれなかったの。今回たまたまこういただけてすごい良かった、嬉しい。というわけでそんな感じでした。ちなみにクリスマスにおすすめの海外ドラマは何ですかってたまに聞かれるんですけど、まあちょっと探すね。クリスマスにおすすめ海外ドラマ、ハロウィン系結構あるんだよね。ダークなファンタジー系とか多いんだけど、クリスマスにおすすめはやっぱりビッグバンセオリーとグリーあたりかな。オップでコメディな作品がおすすめかなと思います。特にグリーとかがクリスマスのエピソードとかであのクリスマスソング歌ったりとかもしてるんですよ。そう、めちゃくちゃいいから、なんかサントラだけでも聞いてほしいです。グリー自体がそのミュージカルドラマなんですけど、まあ、いろんな名曲とかをカバーしてるんだけど、オリジナルのその楽曲とさらにそのグリーのカバーしたものって別の良さがすごいあるんですよ。アップテンポの曲にしてもバラードにしてもすっごい良くて、そうめちゃくちゃおすすめ。そしてみんなめちゃくちゃ歌うまいし、特にそのクリスマスとか の歌って踊ってるシーンとか、あのすっごい幸せな気分になるので、ぜひグリー見てほしいです。そう、うちのさツタヤ海外ドラマがこっち側にもボワーってあるんだけど、うちにさ、グリ自体がファイナルシーズンまであるんだけど、シーズン3だけないの。どっかに行った。実家にあるのかな？うちのグリ知ってます？ちょっとサンタさん、シーズン3だけください。どこ行ったんだ？謎。ね、まあ、そんなことはさておきなんですけれども、クリスマスっぽいトランプ紹介したいと思うんだけど、最近買ったトランプで、こちらがさすごいキラキラしてて、そうこれがなんかこのゴールドのキラキラ具合がすごいクリスマスっぽくていいなと思って、こちらフォートノックっていうんだけど、でさすごいキラキラしててトランプの中でも結構高くて、でさ開けたらさそこまでキラキラしてなかったっていう。ただね、星のジョーカーで、まあ、ノックだからね、個人的にすごいクリスマスっぽくていいなと思ってね。私は家にクリスマスツリーを飾るっていう習慣がもともとないんですけど、まあ、もしあったらこれとか飾りたいよね。こういうトランプ飾りたい。ファン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 。はい、というわけで皆さんもキラキラ輝くクリスマス、そして年末をお過ごしください。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。